こんにちは、タイガーマスクです。おや、今日のタイガーマスク、今日も元気に発信をしていますねって、お思いのあなた。正解ございます。正解です。正解でした。はい、こんにちは、タイガーマスクです。はい、今日はですね、何についてお話したいかと言いますと、綺麗に話すにはどうしたらいいか、長ったらしく話してしまう、どうしたらいいですか、についてお話したいと思います。ですね、話して言うとどうしてもね、余計なことではないんだけども、長ったらしくなるときってありますよね。例えばですけども、僕は、みんなからもう本当にね、この状況、この苦しい状況を何としてでも変えたい。でも、一人一人にね、ありがとう、ありがとうって言えるようにね、承認していきたい。でもね、人はね、承認してくれない人もいるかもしれない。とにかく僕は承認していきたい。僕はそれだけで十分なんだ。承認していくことで、絶対にね、変えることができるんだっていうふうに、長く言ってしまったら、何を伝えたいのか、何を言いたいのかってね、わかんなくなるかもしれないけども、それを、こういうふうに短くすればいいんです。短くする場合、僕の職場はいじめがあるんです。だから僕は承認しようと思うんです。それが一番いいと思うんです。で、なんか長くメッセージを伝えるよりかは短くパンと話した方がいいと思うんです。その方がね、相手は何が言いたいのか、何を伝えたかったのか分かると思うので、長く言うよりかは短くストレートに言った方がいいと思います。それとですね、類語辞典っていうのがあるんですけども、なんかね、喋っていると、話していると、なんか言い回しが難しく聞こえたり、なんか分かりにくく聞こえたりする場合ってありますよね。そういう時に、類語辞典っていうのがあって、類語辞典でこういう言葉を使うよりかは、こういう言葉を使った方が相手に分かりやすいんじゃないかなっていうのをね、探してみるといいかもしれませんね。こういうことをもしね、自分では分かっているんだけども、相手に伝える場合、なんか業界的な言葉、なんかね、難しいな、この言葉を使ったら相手は果たして分かるだろうか、この言葉で本当に通用するんだろうかっていうのってありますよね。だから、類語辞典でこの言葉よりかはこの言葉を使った方がいいかもしれない。この言葉よりかはこの言葉の方がいいかもしれない。こっちの方が分かりやすいかもしれないなっていうのを探してみた方がいいかもしれませんね。話すときにね。そういった感じで今日はですね、簡単でありますけども、これで終わりたいと思います。最後まで聞いていただいてありがとうございました。タイガーマスクです。はい、ありがとうございました。タイガーマスク。ありがとうございました。